正解。なんだよ、素晴らしい。やりますね。こっから言うとなんかやりづれって。悔しい。で、俺勝ちてよ、一回ぐらい。SKJ ビレッジ。はい、ご視聴ありがとうございます。スケジュールチャンネルトップ。さよそっちゅうです。はい、本日の企画は、イライラ引っ掛けクイズ。ということで、まあ、引っ掛けクイズにもいろいろありますが、まあ、特にこれはちょっとうざいなっていうのを集めてきましたんで。で、これ全部引っ掛けクイズだと、もう引っ掛けるんでしょっていう観点で考えちゃえばいいんで、はい、普通のなぞなぞも混ぜてますんで。まず1問目から。はい。孫がおじいちゃんとボール遊びをしました。何をしたでしょう。孫がおじいちゃんとボール遊び、おじいちゃんとボール遊び、おじいちゃん、おじいちゃん、別の言い方をすると、あ、はい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 、いいっすか、はい、あ、じゃあ書いて、待ってこんな簡単なことな、気づかないなんてなってなっちゃいます。もうちょっと恥ずかしいわこれ、多分視聴者も8割ぐらい分かっそう。これちょっと例題なんで、まあまあ、じゃあ軽めに答えていただいて。瞬間が今までも一番嫌だったな、生きてきて。ご瞬間あったんすか、他に。俺は解けるっすよねみたいな問題、俺だけ解けてない時。あ、いやでもこれ気づかなかったらもちろん。おじいちゃんとボール、おじいちゃんとボール、おじいちゃんとボール、ずっと答え言ってます。おじいちゃんとボール、おじいちゃんとボールみたいなもんか。きつい、きついっていうのが頭の8割を占めてて、答えを純粋には探せてない。やばい、俺このゲームやばい。それやばいね、これなるのよ、よく。やばいやばい、どうしよう。 おじいちゃんを別の言い方で言うと2文字です。2文字、それ知らないのかもね。まあ、知らないってことないけど。ソフ、あー正解はソフトボール。正解、すげー、感動はすごいです。すげー、いいね。いや、二文字、難しいっす。じゃあもう、次の問題いきます。3メートルの鎖にライオンがつながれています。そのライオンは何メートル先までの草を食べることができるでしょうか。こういうこと。違います、6メートルではありません。ライオンがいて、正解です。でもこれ俺もいけそう。待って、じゃあ最後さんお待たせしよう。これはおもろいな。え、こうじゃない？無限、根元が繋がってるとは限らない的な。あー、なるほど。え、やばい、違う、ちゃんと繋がれてます、これに関して。やばい。ただ、こうブラブラしてるわけじゃないの。それではありません。鎖外れないよね。まあでもそれは確かに言及されてなかったんで、確かめたのはいいこと。え、でも違うんだ、やばい、もっとスッキリする答えがあんのか。はい、またかよ。自分がライオンだと思って、うん。え、待って、ライオンになって3メートルライオンなんだよ、君はまず直径とかそういう話、こういう風に回れるからここは6メートルとかそういうこと。あー、答え6メートル。でも違うとか言われそう。違います。ザ、でもさっき俺それ答えたさ、6メートルって、うん。でもライオンになったら答え変わったわ。それ君ライオンになってないんじゃない。それライオンになってないと君はウサギで考えたんだよ、それ。それ大ヒントだ。ウサギ、いや、馬とかの気持ちで考えてるわけ今。ライオンだったらどうするのか。あ、待って、分かりそう、待って。ライオンは草食わないとかそういう話。お、食わない、正解だよ。あー、すげー。ライオンはもう草食べませんので0メートルです。うわ、ライオンって草食わないんだ。そうなんですよ。やばい、てっきり草放し飼いでも食わねえんだから、お前。草に関係ないっすよ、ね、うわ、これやられてるわ。俺1回くらい進化にマウント取りてえけど無理そうだな。春、夏、秋、冬、一年で一番長いのは。正解。なんだよ、素晴らしい、素晴らしい。ねえ、俺勝ちてよ、一回ぐらい。全部書いてみ、選択肢。ありとあらゆる書いてます、漢字だったり、月だったり。あー、一個抜けてるわ。春、夏、秋、冬、一年で一番長いのは。答えある、こんなに。ないね、今ないの。答えだけが抜けてる、ここから。え、じゃあ、でももうないぜ。確かに、6つしかねえよな、季節は。何そのヒントみたいな、なんか、わかんねえやつ。
げえやだ。俺もそれ早一回はやるから、ね、君にもそれ目標だから。バンバン続き城でやりな。一回一回だけでも、いや乗ってよそれ。長めに取りな時間。春夏秋。春夏秋冬一年で一番短いものは、長いものは。もしかして一年これ入ってるの？やあ！一年。正解。うわー、この5個で一番長いものって言うのは、そうですそうですそうです。丸三角×車の運転に必要なのは何でしょう。これはちょっとまあヒントなしでは無理かもな。ちなみに丸三角×はひらがなで書いてます。問題文は車の運転にはあれが必要ですね。どうしてもあれがないとまあ逮捕されちゃいますから。素晴らしい、しかさん、おめでとうございます。でもこれは答え分かってもあんまり納得しないですよね、多分。よく解けたね、君。どうやってヒント出そうか迷ってたところでは。あー、まあ、言い換えっすね。まあ、言い換えっすね、免許の言い換えです。ということで答え発表します。丸三角×車の運転に必要なのは何でしょう。四角。え、丸三角×の中から選ぶとは書いていない。そうだよな、そうだよな。書いてないんすよね。書いてないんすよ。書いてないんすよね。この中が選べとは言ってないんです。ヒントだったんですね、単純に。ちょっとキモい顔、俺もできない顔、めっちゃイライラするわ、それ。これキモいよな。なにこれ。いや、てか、脳、そうね、脳のリソースが持って帰るわ、そっち側に。いや、悔しい。まあでも、まあこれも確かに。くそ。トラックにリンゴ、ブドウ、みかんが乗っています。はい。トラックが止まった時に落ちたものは何でしょう。落ちた。これチャンス、チャレンジ。チャレンジ大事です。違います。全部ではありません。だよ。素晴らしい、志賀さん正解です。やりますね。こっから言うとなんかやりづれって。確実に落ちたものがあるんだ。1個引っ掛けクイズの王ですね、君。バカにされそう。俺考えたけどこれはダメ。リンゴでリンゴ。リンゴだけゴーがついてるから。ゴーしちゃったみたいな。あ、めっちゃ正解にしたいそれ。違うんだよね。いや、もう分かんない。一回正解者が出ると途端にやりづれえわ。最初だったらリンゴもめっちゃ絵描いたら分かりやすいかも。え、止まった時に落ちるものがあります。止まった時に落ちるもの、まあ、順番的にはリンゴっすね。え、違うの、真剣なんですけど。みかんなしでもいいっすよね、これ。あ、みかんなくてもいいかも。え、ない人となしの人もいけ、していいよ。え、はいって言ったの。でもこの絵はこの絵から絶対に落ちるんだよ。ぶどうも消していいかな。そうっすね。りんごは消さないの。あ、消していいっすよ別に。あ、リンゴも消していい。じゃあ何の話。またリンゴとブドウとみかんとは限らない、その話。いや、もう一つに限ります、落ちたものは。はい、さあこの絵から消してって。何を。止まった時の絵にするってこと。止まった時の絵にする。落ちないもの消してって。ここじゃないし、あんけん。違うの。え、正解だよ。合ってます、合ってます。正解なの。何が落ちました。落ちたじゃん今。落ちた。勢いスピード。勢いって。勢いは確か、勢いも落ちてるけど。うわ、俺これ苦手だマジで。いや、でも進化が早すぎるだけなんで、これは。いや、お前進化とやらせんな、もう。胡椒の瓶を10回振り、その後5回振りました、うん、出てきたのは何でしょう。まあ、実際に振ってみたら分かるかもね。いいね、いいね、いいね。今にも答えが出そう。まあまあ、ある意味それも正解にしたい。え、マジこれは。お、これは再活が初めて正解。やったー、嬉しい。しかも硬いよ。どうやら出るよそれは。
10回振って5回振って出る、ま、出ますよねこれ。これ出ますよ。やばい、心の底は嬉しいぜ。これは一回も先に解けたっていうだけで嬉しい。いや、ため息ではありません。なんでため息も10回振ってあーってあーみたいな。そういうのじゃねえ。あー、いやで故障なんでね。あ、正解。くしゃみで素晴らしい。いや出ますよ、くしゃみ15回も振ったらさすがにくしゃみ出るよねっていう。いや、うぜえなこれ。うざいよね。いや別に今まで書いたやつも正解にしてほしいわ。乳酸は結構いいなと思いました。乳酸も結構合ってますね、割と。クジラより大きくてメダカより小さいものは何でしょう。違います、海ではありません。海の生き物。海の生き物。サンゴではありません。もっとみんなが好きな生き物、サンゴ礁より。シンガさん正解です。いや、最下でもめちゃめちゃ答えに近い。クジラより大きくて目高より小さい、そんなもんっていう話ですよね、うん、じゃあ俺がじゃあ、漫才師ね。メダカより大きく小さくてクジラより大きいもんがいるんですわ。いや、それはいないだろってなる。関西で、関西でお願いします。千原ジュニアならなっていう、そのこのツッコミで、この暴言で。これなんでやねん。そんなもんから始めて、そんなもん、そんなもん。え、そんなもんいるかいな。いるか。え、正解。やったね、マジか。答えはイルカ、かっこそんなのイルカって書いてあります。よく分かったね。いや早いですね。すごいね、イルカ分かんだ。素晴らしい、柔軟です。うわ、すげえ、クソ。でもまあ確かにこれは言われたら納得してしまうわ。謎問題としては確かに謎謎系の傾向と対策でいけます、これは。傾向と対策。いや、素晴らしい。でもそれは老若男女問わず、うん、世界中の人間から言語の壁を越えてキャーキャー言われているスターがいます。それは何でしょうか、うん、はい、マイケル・ジャクソン。まあ、ある意味正解。はい、中山きんに君はまあ多少は言語の壁も越えててでも惜しいです。あの、きんに君は世界共通なんで。今キャーキャー言われてます。その昔のスターでもないです。したらあれしかないかなっていう。一応じゃあシガさん見ていただいて。いや、それ言われて、あ、じゃあクジラでごめん、キムジョン、ごめん、こうだわ。おお、ナイス、クジョン、ナイス。かなり政治的なのよ、これは。そう、政治でお笑いを取る番組ではない。いや、言われてスターではないですね、ちょっと。あ、スターやっぱりスターであってほしい、そこは。ダメです、プーチンは。何年前から大体。それはちょっとわかんない、俺は。詳しくはないんで。本当にキャーってもう言います。そんぐらいの熱狂です。素晴らしい、正解。しんか、いや素晴らしいですね、見事逆転勝利の。笑っちゃうことが多いかも。あー、うん、スター、まあ、テンション上がるよな、うん、めっちゃ並んでね、出待ちする時もありますから。そうだね、めっちゃ並んで長い時多分3時間とかかかると思う。あるよな、200分待ちとかね。でさ、一瞬で終わっちゃうのにね。でもまあまあ10分ぐらいで行けるときもあるんで。雨の月曜日だね。え、日によって違うってことは。どういうこと。え、そんなわけないっしょ。でも俺ミッキーマウス違います。いや、お前納得しちゃった。それで最近なんかはね、もうちょっと飽きちゃったりもして。ああ、いや、大人になるとちょっとね、そう、富士急の方がいいというか。あー、 あそこには激しいのがいいってなりますから、ね、そうですね、スター性が違うんで。ドドンパもスターだし。どう、納得でしょ。悔しい。
うわそっか頭硬いか俺。答えはジェットコースター。素晴らしい正解。スターです、これはスターですよ。で答え言われるまでわからんかった。うわちょっとそっか。大トロが1貫300円の時、中トロは1貫200円、赤身が1貫100円です。300、200、100で、大トロが1貫400円、赤身が1貫150円の時、中トロはいくらでしょうか。ちょっと変な回答だけどお願いします。これでえ中トロ何個食べた中トロ食った個数によるやろみたいな。違います。どういうことだそれは。いや、なんか聞かれた、質問された俺答え要求してたのに。いや赤身と大トロの時はさ1貫いくらとか言うからさ、中トロは何個食ったんですかっていうのを聞こうかなと思って。え、分かった。進化正解。これじゃない。正解。違います。中トロはいくらではありません。はいはいはい、はい、うわ寿司屋で100回やってるネタか。これはね有名な問題ですけど、終盤に出されるとっていうやつですね。くそ、いや進化と同じタイミングで。これ有名な問題なの。まあいくらはいくらみたいなもんですか。流行らないうどん屋さんのかけうどんにかかっているものは何でしょう。正解。マジ。まあまあまあちょっとね答えとは書き方違うんですけど、まあまあまあ、うん、ほぼ正解と言っていいでしょう。すげえ。やばい、マウントタイム始まる。これかかってますね。かかってますよね。うん、まあ、流行らない、流行らなければ流行らない。あ、わかった。人件費。まあ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 本当の答えは、まあ、進化もちょっと違うんですけど、進化が出したのはなんだっけ。店の将来。あ、そういうこと。あ、将来って書いてた。あ、だから店の売り上げ、売り上げ、あ、うどん屋さんの生活がかかってます。ああ、まあ、シュータジャレでした。なるほどなるほど、まあ、まあまあまあ2人とも早かったです。大体 OK。 A さんは局所麻酔で手術を受けています。看護師が簡単な手術なんで大丈夫です、怖がらないでくださいと言いました。 A さんはそれを聞いて怖くなりました。なぜ。あー違います。こんなん何聞こえた。違います。まあ、簡単な手術だったら怖がる必要ないですからね。これどう。素晴らしい。やだー。正解。いやこれはすごい。うわー、おいこれ、まあ、あ、それ聞いたらビビるよな。これいいっすね、俺も好きです、こういうの。僕やっぱ医療機器メーカーで勤めて、やっぱ手術室とかも入ってたんで、まあ、現場がリアルに分かれば簡単に分かると思います。なるほど。問題を読ませてください。俺が医者ね。うん、簡単な手術です、大丈夫です、怖がらないでください。もう医者が言うのは全然怖くないですもん。あー、もうこれ以上は言えない。やばい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 よ、それ進化。今のは最後安心ですよね。安心です。あー、分かった。だから本当は丁寧に治療しないと治らないんだけど、それができないからもう切断とかになっちゃって、簡単な手術になっちゃった。怖いな。うん、はでも違います。まあそれも怖いけど、もう無理だから切った。そう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 、それなんか手にした前にもう切っちゃおうみたいな。しゃーねー、切ろうっつって。まあ確かに怖くなるな、それも。確かに先生がいて、看護師がいて、先生がいて、看護師がいて、看護師が言いました、簡単な手術なんで大丈夫です。怖がらないでください。ああ、それ。わかった。先生に言ったんか。そう、素晴らしい。先生がめっちゃビビってんのか。そういうことです。それを聞いたら先生に技量がないのか分かっちゃう。そういうことだ。それ聞いたらクソ怖えよ。俺もやったことねえのかよみたいな。なるほどね。いや、これいい問題だ。よかったよ。これ気持ちいいわ。確か確か確かに。いいっすね、いいっすね。全体としては仕方すごかったんですけど、あ、そうっすね、最後はじゃあ最後の素晴らしかったんで、たまたま、はい、これで頭は柔らかくなったと思います。いやでもだいぶ柔らかくなった、マジで。なるほどね。おっ